ついにこの時がやってきた。はい、ということでやってまいりました瀬戸康史のシュプリーム争奪戦、ついに今回の2020フォールウィンターの最大の山場がやってまいりました。ついに私が一番目玉商品だと思っているものが出ます。それこれ、はい、こちらシュアーの定番ダイナミックマイク SM58、 はい、 SM58 って書いてありますでしょ。これゴッパチとかゴッパーとかって言われて、まあ定番の音楽をやってる人だったらもう定番のマイクでございます。まあカラオケマイクみたいなもんなんだけれども、これのスプリームモデルが出ます。これすごくない、すごくない、これもう赤くてスプリームって書いてあるやつ、もう赤く塗ったやつで、これちなみにサウンドハウスで見たらだいたい9800円ぐらいで買えるやつなんだけど、事前情報によるとこちらの赤いスプリームマイク38,500 円らしいです。商売上手、シュプリームさんのためにお金使わせてください。これも全員狙ってると思う。俺にもめっちゃ瀬戸さんこれこれいいですこれですってみんな進めてきてるし、みんな取ろうとしてるわけで、これはね本当に厳しい戦いになるということで、今回のこのウィーク6に向けて、もう俺のところにもうリプライやら DM やらがもういっぱい来ました。本当にシュプリーム詳しい方からたちからのアドバイスも全部ちょっと返信できなくて申し訳ないんだけれども、もうありがたいことにものすごいたくさんのメッセージをいただきました。でね、何かっていうと、瀬戸さんはいつも商品をカートに入れてからそっから住所打って名前打ってでその後にカード番号入れてとかやってますけど、あんなのは全然ダメですと、シュプリームの常識をもっと知ってくださいと、もうそういう戦いじゃないんですよと、ボットとの戦いなんですよということで、もう少しでも最速で買うための方法を皆さん教えてくれました。でね、私、今回見させていただいたのが、こちらの動画、シュプリームプラスさんという方がなんかいらっしゃって、まあすごい人なのかな、シュプリームでは。ボットに負けるな、1秒でも早く手動最速別タブ購入法っていうね、この動画を見させていただきまして、もう非常に勉強になりました。もう俺が今までやってたことはもう全て間違っていたということをこれで知ることができました。で今回はこの別タブ購入法、まあ別ウィンドウと言っていいかな、別ウィンドウ購入法というものをですね、ちょっとまあざっとね、まあ元のそのシュプリームプラスさんの動画もがっつり解説されてるんで、本当にちゃんと見たい方はそれ下にリンク貼っとくんで見ていただきたいんですが、もう僕も軽く説明しますね。はい、今の画面こんな感じです。はい、これなんですよ。これがガチ画面なんですよ。これがガチ画面なの、ガチセッティングなの。もうだからシュプリームいつも買ってる人からして、ああやっと瀬戸ここまで来たかと、やっとここまで来たか瀬戸はと思ってる方多いと思う。俺もだからシュプリームだから上級者な、上級中級者から やっと中級者になったかもしれない。これでこれは何が起きてるかっていうのを説明しますね。これがシュプリームのトップ画面ですね。でショップ行きますよね。そうするとこのね、このクソクソ使いづらい画面が出てきますよね。はい、俺は最初ここで買おうとしたからね。あ、できた、来た来た来た、ちょちょ、どれ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 、何このサイト、何このサイト、ちょどれどれ、え、むっちゃ見づらいんだけどこのサイト、今となったら考えられないけど、どれ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 、ここで探してたからね。でも分かるけど、つかまだあんの、まだあんの、このページ行くよね。で、すべてを表示をしますよね。で、僕の今までの買い方だったら、こういうところでわーって探してね。で、一応言っとくと、これカテゴリーで検索した方がいいです。はい。で、僕の場合、今回、マイク、ね、手話のマイクはアクセサリーのところに出てきます。で、事前情報としてなんかもう、その海外のやつなのかな。どこに、このマイクが表示されるかっていう情報が事前に出るみたいです。で、僕も調べました。そうしたら、ここでした。はい。で、あと5分で始まりますけれども、5分経ったらここに出てきますね。これ覚えててください。ここに出るっていうのの情報も事前に出てます。はい。毎週出るんだろうね。で、何するかというと、まずテストするよ。基本的な考え方としてはいきますよ。パンツ選びます。で、パンツカートに入れました。で、カートの内容を見てみると、はい、パンツ入ってますよね。パンツ入ってます。で、ここにですね、右に2つ画面ありますよね。これ実は、ちょっと僕のジュースも見えちゃうけど、これね、お支払い方法の画面も出してます。これ出し方は、まあ、ここでね、ご注文手続きへってところでこうなんか右クリックね、新しいタブとかウィンドウとか押せば、とりあえずタブで開くね、タブで開きます。そうするとこう出るよね。これもちょっと住所出ちゃってるけど、こうやって出て、でこれをだから別ウィンドウみたいな感じでこう持ってきてるって感じ、まあ、消すけどね、はい。でルールとしてですね、なんでこれ3つ画面開いてるかっていうと、シュプリームのサイトはどのタブで、どのウィンドウでカートを操作しても、
そのカート情報っていうのは全て共有されているっていうルール、そういう仕様があるんですね。その仕様を利用しています。何をするかというと、今パンツ入ってますよね、カートに。でここでパンツ消しますよね。はい、でパンツ消して、ここのお支払い方法のタブね、これいじってないですよ、何もいじってないんだけど、ここでカートの内容を見ると、はい、カートにパンツ入ってません。じゃあここで、じゃあちょっと、じゃあちょっと違うのね、じゃあなんだろう、このキャップ、この黄色いキャップ、じゃあカートに入れましょう、入れましたってなると、こっちのお支払い画面で更新するとコマンド R ね、そうすると入ります。だから全ての画面、どんだけ画面開いてもカートは共有されているっていうルールをうまく使って、ちょっとこれ削除しとこうかな、はい、今カートからの状態です。はい、カートからの状態をデフォルトにします。はい、でこの状態で今カートからね、カートからの状態ですよ。で僕が欲しいところに行きます、はい、手話のマイク、ここに出るってことはもう調べてあります。で出たら、ちょっと今ここを押して、で今ソールドアウトになってるけど、発売されたらここに赤いボタン出てきますから、押してカートに入れて、ワンクリック目カートに入れて、で購入するボタンを押す、2クリックでパンパンで終わります。これでいっちゃいます。でこっちのページ、右のページなんで2個開いてるかっつうと、基本的にこのお支払い方法は今ビザになってますけど、ここは代引きが基本らしいです。なぜかというと、クレジットカードにすると一回その審判会社へのアクセスがあって、このカード合ってますかみたいな、使えるんですかみたいなのが一回入るからタイムロスになるみたいだから、ここは代引きが基本らしいです。本当に人気商品の場合ね、何でもかんでも代引きするとね、宅急便の人大変になっちゃうから、やりたくないんだけど、これも仕方ないと。はい、でちょっと時間なくなってきた、で代引きにします。はい、でちゃんと利用規約のやつはこれ押しといてやりますね。でなんでもう一個これお支払い方法を開いてるかっつうと、これもちょっと全部見せられないけど、クレジットカードじゃないと買えない、なんか人気商品の場合はクレジットカードじゃないと買えないやつがあるらしいのね。そういうのが出てきた時のために、クレジットカードで買う画面も用意しておきます。これもちゃんとしてね、ちゃんとします。はい、 OK。 はい、でこれで上の購入ボタンは代引き、下の購入ボタンはクレジットカードボタンになってます。はい、でここでアクセサリーで連打。はい、あ今10時58分ね。はい、皆さんということで、もう完璧セッティングができました。で本当に人気商品だと思われますので、あっちで C さんも体験します。 C さんおはようございます。おはようございます。はい、 C さんもやってます。まあね、2人で買うとね、2つ手に入る場合もあると思うんだけど、2つ手に入ったら、もうその2つ手に入ったら俺嬉しいから、その2つ手に入った時考えます。だから保存用と使うよみたいな。でも俺そんな甘いもんじゃないと思うのよ、多分2人で頑張っても取れない。だからボットだから、敵はボットでコンピューターでブーブーブーってやられるから、そこに勝つために2人で立ち向かいたいと。はい、59、10秒。はい、でね、59、45秒ぐらいから押し始めるといいみたい、書いてあった。で僕はここね、今アクセサリーのカテゴリーで連打しますね。今20、27秒、ここもう連打押しとこう、ここで押しとこう、もうコマンダー連打入りました。コマンダー連打入ってます。もう戦い始まってるよ。45分ぐらいから行こう、45秒ぐらいから行こうか。今40秒41、42、43、40、40。はい、いけ、くる、もうここにのぞきのぞきます。マイク来たらすぐ行くよ。マイク来たらすぐ行くよ。はい、50秒になりました、いつ来る、いつ来る。あー、来た、購入、いけ、うわ、嘘。ちょっと待って、なんでカード内、ちょっと待って、これでクレジット消火栓のタイル、消火栓のタイル、はい、オッケー、購入する、行って、プリーズ、嘘、めっちゃ難しいんだけど、嘘、なんで行かなかったの。変えた、 C さん変えた、やった、俺なんで行かないのよ、俺なんで詰まってんのよ。変えた、 C さん、ちゃんとありがとうございました。行ってる。俺なんだよ、もうぐちゃぐちゃじゃねえか画面、もうどれもモザイクで見せられないけど、いただいてご注文。なんかカートやっぱやりすぎたのかな、なんかミスったのかな俺もしかして。え、 C さん代引き、代引き、おお、なんで俺行かなかったんだろう。ちゃんとシュプリームプラスさんの動画もう一回今日見直したのに、1週間ぐらい前に見てもう一回今日見直したんだけど、 C さんは見直してなかったからさ、
C さんこれちゃんと右の覚えてる？右のところはちゃんと代引きのウィンドウとあのクレジットカードのウィンドウ開いてこなきゃダメなんだよとか言ってなんか再三あの C さんミスるんじゃないのと思ってあの2つ開いてこなきゃダメなんだよとか言って いざいざやってみたらあなんでなんでなんで消火剤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 でね、なんかね、他のね、動画も見させていただいたんだけど、さっきの消火栓のタイルみたいなやつ出てきたでしょ？ C さん出てきた？あ、出てこなかった。ああ、あの画像認証みたいなのが、アカウントをさ、ボットが大量にさ、いっぱい作ってさ、買いに来るわけじゃん、自動で。そういうロボットを弾くために、ああいう画像認証みたいなのを出してくるんだけど、人間でも出てくるらしいのね。で、それ出てくる人と出てこない人がいると。で、それを違う何なのかっていうと、その自分のこれクロームなんだけどクロームのアカウントをちゃんと使い込んでるかどうかっていうところによるらしい。まあこれ噂なんだけどね、うん、だからクロームのアカウントをちゃんと正しくね人間が使ってるっていうふうに Google さんが判断してれば画像認証出てこないし、であこれちょっとボットっぽいぞまだこのアカウント作られたばっかじゃんみたいな、なんかメールアドレスもなんかごちゃごちゃしてしみたいな、なんかそういうどっか総合的な判断が入って画像が出てくるみたいな噂があるらしく、あとそういう画像認証出したくなかったら俺タイムロスだったじゃんめっちゃ。そのタイムロスしたくなかったら Google のアカウント自分のアカウント普段からちゃんと使いましょうみたいな動画があったんですよ。俺はさだって俺の Google アカウント何だと思ってんのあなた10年 YouTube やりまくってるんですけどみたいな、めちゃめちゃ有料アカウントでしょ出たんですけど瀬戸康史の動画ヒーローエントリーでございます。じいさん今日は、はい、瀬戸康史がまたバタバタ騒いでる間にナイスファインプレーでございました。はい、今の気持ちをどうぞ。今見るともう売り切れてるみたいだからソールドアウトになってる。結構一瞬で売り切れたっぽいんだよね。あ、そうなんだ。そう、急いでよかった急いでよかった。今実際、瀬戸康史は取れずに、そして C さんはゲットできたという、うん、こういう結果としてねはっきりと明暗が分かりましたけれども、そのことについてはどう思いますか？これからも私がやった方がいいかもしれない確かにそれはそうだと思いますが、ちなみに瀬戸康史の敗因があるとしたら何だと思いますか？騒ぎすぎなんじゃない？ありがとうございます今後は冷静に取っていきたいと思いますので戦っていきたいと思います。はい、ということで勝利者インタビューでございました。 C さんこれからもご活躍をお祈りしております。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで本日の勝者ヒーローインタビューは C さんでございました。拍手瀬戸康史の動画。はい、ということで以上、私瀬戸康史よります。2020フォールウィンターの僕の中で一番熱い戦いだったと思います。ウィーク6、シュプリームのシュア SM58 の定番ダイナミックマイクが真っ赤になったやつ、2人で戦った結果またしても C さんに救われたというお話でございます。本当にね、私 C さんがいなかったら何も変えてないっていう状況になってしまっていると思いますが、本当にありがたい話でございます。ということで以上、瀬戸康史と C さんでございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。じゃあなー。